リリーカオナオフィシャル YouTube チャンネル。はい、皆さんこんにちは。リリーカオナの小雪とゆうかです。イエーイ。はい、ということで今年もやってまいりました、格付けチェック。イエーイ。ちなみに去年は、ちなみに去年は小雪が二流アイドルで、あれそっくりさん、ね、そうですね。だからもうね、そっからもうスタートじゃないけどもう底辺からスタートしてるから、もう何も怖くないわ、うん、怖くないよ本当。そう、ちょっと頑張っていきましょう。今回も今年は楽しんでいこうと思う。今年はね、楽しみましょう。ということで今回もこの方をお呼びしています。もえしー。入れる。はい。ということで今年も MC をしてくださるもえしになります。こんにちは。本当にありがとう、はい、もう去年はね最高の MC をしていただきまして、というわけ2度目ましてですね。2度目まして、ね、萌氏は昨日、はい、周年のワンマンだったということで。そうなんですよ、5周年。5周年。おめでとう。ありがとうございます。本当にでは早速やっていきましょう。数付けスタート、はい、ルールは簡単。まず A と B どちらが高級なものかを当ててもらいます。不正解だと一つずつランクが下がっていきます。最終問題は特別ルールとなっており、正解するとワンランク上に行くことができます。さてリリーカオナのお二人は一体何流芸能人なのでしょうか。まずは1問目のチェックです。1問目はリンゴとなっております。こちらにご用意させていただいたのが最高級サンフジです。青森りんご農園大湯ファームで生産されている最高級品サンフジは、りんご園の中からわずか 3% ほどしかない貴重なりんごです。園主が一つ一つ厳選したりんごで一玉約700円となっております。続きましてこちらがスーパーで売られている普通のりんご、一玉約150円となっております。そして今回の正解はこちらになります。では一流アイドルリリーカオナのお二人に試食してもらいましょう。一流アイドルでございます。第1問目のチェックはリンゴとなっております。はい、はい、お二人には高級な方のリンゴを当てていただきます。はい、では目隠しをしてください。はい、よし頑張ろうね。もうバカ舌とは呼ばせないから。リンゴか、わかんなそう。ではまず A のリンゴを試食していただきます。はい、うん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 。続いて B のリンゴを試食していただきます。ああ。OK ですか？はい、はい。それでは目隠しを外してください。はい。決まった？決まりました。よし、OK。それでは正解だと思った方の札をお上げください。せーの、ドン。わかれた、わかれた。今回一発目から分かれてるよこれ。いやだって A の方が甘かったよ。あ、本当ですか。本当だって B なんかあスパッと思った。あ、そうなんだ、うん、え、なんか A は結構みずみずしさはあったんですよ。あった、うん、みずみずしさあったんだけど B の方が食感がやっぱね上品だったのよね。わかるの上品とか。うん、上品わかります私は。やっぱこう奥にこう広がる旨味というか甘みというか奥にスッて抜けてる感じがして B じゃないかなって思いました。いや私は自分を信じる、うん、本当過去の自分とは違うから。よし、一発目から一発目から外したらどっちかが二流。もう一発目からどっちかが二流だけど。大丈夫、信じる、大丈夫、 OK です。はい、
はい、それでは第1問目お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。それでは、はい、小雪さんが B、 ゆいかさんが A ということで、はい、第1問目の格付け正解発表に参りたいと思います。はい、第1問目リンゴの格付けチェックの正解は A でした。来た、ほら、ほれ見ろほれ見ろほれ見ろ、あれバカ舌が上品な上品なお味、どこが上品だった気がするんだけどな。はい、こちら丸のリンゴは最高級品三富士で一玉約700円となっております。そして×のリンゴはスーパーで売られている普通のリンゴ約一玉150円のものとなっております。150円でいい女なんだよこいつは。まあね、だから150円のリンゴがすごいってことですよね。そうですね、うん、それも確かにすごいですよ。物はいいよね、農家さんすごいですよ本当。まあでもあのワンランク格が下がるということで、はい、はい、あのゆうか様と小雪さんということで、はい、はい、まあまだね、まだ二流、はい、一流アイドルどうも一流です。はい、それではでは次の格付けへと参りたいと思います。はい、はい、続いて第2問目のチェックは牛肉です。三重県産松阪牛ももステーキです。日本三大和牛の一つであり、肉の芸術品の異名を持つ松阪牛は霜降り肉になっているのが特徴です。こちらが1枚約6000円となっております。続きましてこちらがスーパーで売っている普通の牛肉、1枚約500円となっております。そして今回の正解は A の牛肉となっております。それではリリーカオナのお二人にご試食していただきましょう。第2問目のチェックは牛肉となっております。はい、はい、お二人には高級和牛を当てていただきます。肉は外したくない、ね、ちなみに前回はお二人とも牛肉チェック外しております。はい、そうなんですよ ね、 ね、頑張ってください。頑張ります。では目隠しをしてください。はい、ではまず A の牛肉からご試食していただきます。キサン、ゆか様、OK ですか。はい、それでは続いて B の牛肉をご試食していただきます。OK ですか。はい、大丈夫です。それでは目隠しを外してください。これ勝ったわ。うん、これ勝ったわ、まあまあまあ、私いける気がするもんいやこれ去年も言ってた気がするわ。去年のね、うん、あれがあるもん ね、 反省があるからね、反省があるから、うん、反省があるからね。もうね、うちら大人のレディーだから、もう牛肉ぐらい分かって当然よ。牛肉ぐらいよね。そう、うんうんうん。それでは正解だと思った方の札をお上げください。せーの、ゴン。待って。落ちるとこまで落ちるよあなた。怖い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 。え？だって A の方が柔らかかったじゃん。うん、で肉汁がふわって出てきたよ。いやなんかね。うん、そうなんですよ、うん、A の方が柔らかかったのよ、うん、なんかでも引っ掛けな気がするんだよねこれ。でも牛肉で素直に引っ掛けとある？牛肉は素直だよ。でもやっぱちょっとこう A の方が繊維質だったんですよね。まあそうだね、うん、繊維質だったんだけど、うん、まあ甘みがね、甘み、うん、でも噛んだ時にこう脂が出る感じが、うん、ちょっと冷えてたんだけど、お肉が冷えてながらもなんか油が出たんですよね。そう、それが A はなかったんです。私 A の方が感じたそれ。おお、なんか B はなんかなんかすごいちょっと安めのステーキって感じの、うんうんうん、安めの、いや
自分信じる？自分信じるよ、これは。多分、多分、こっちじゃないかなって。高級でしょ？なんか去年もそうだったのよね。なんかそうだったっけ？去年もなんか間違えた時に普通にこう油って感じた。そう普通に柔らかい声選んだら間違えたから、まあ私は B です。いや自分信じるから私は負けない。 A。 はい、ということで第2問目のチェック、はい、お疲れ様でした。はい、はい、それでは2問目の答えは小雪さんが B、 優香様が A ということで、はい、正解の発表に移りたいと思います。はい、お願い。第2問目の格付けチェック、牛肉の正解は A でした。ほら見たことか。え、ちなみに A は何ですか？はい、A の牛肉は三重県産松坂牛1枚約6000円となっております。対して小雪さんの選んだお肉はスーパーのお肉1枚約500円のものとなっておりますということで、あの不正解だった小雪は食品さんですか？速攻で落ちたね。はい、速攻で落ちたね。となりますので、はい、はい、合ってますかね。あの、あ、似てるのを知っているんですけど、ちょっとまあそうですね、あの先輩に言われてちょっとこう、はい、あ、小雪のバーター？あ、そうですね。そうだ、似てるもんね。小雪さんはちょっと今忙しいらしくて、はい、振り付けとかね忙しいらしいので、ね、これ振り付け師でもあるからね。はい、まあ小雪さんの小雪ということで、はい、はい、頑張っていきたいと思います。この後もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ちょっとすいませんね。すいません。では優香様は引き続き頑張ってください。はい、はい、頑張らせていただきます。それでは続いてのチェックへ移りたいと思います。はい、続いてのチェックはバイオリンでございます。音楽の最先端を走っているグループ、リリーカオナ様ならまあできて当然ですよね。まあなので、あの優香様は絶対正解していただいて。はい、もちろんでございます。はい、まあ小雪はそっくりなので頑張ってください。まあでもね、小雪さんはね、あの一応芸大卒なので。小雪さんはね、うんうん、まあバイオリンの音には慣れてるかな。ちょっとあなた知らないけど。かなって感じです、ね。ちなみに前回のギターのチェックはお二人とも不正解でした。楽器難しいよ。こちらの問題は視聴者の皆さんも一緒にお考えください。まずはこちらのバイオリン N オーディの1906年パリ製。こちら合わせて300万円となっております。そしてもう一方はこちら。1本約30万円のバイオリンとなっております。そして今回バイオリンを演奏してくださるのはこの方です。せーの、りんちゃん。ありがとう。すごく、ごきげんよう。ごきげんよう。はい、こちら誰が何と言おうと我らキスエクのお嬢様アイドル、小島りんでございます。お嬢様、お嬢様、今日本当にありがとうございます。ごきげんよう。3歳からバイオリンを始め、東邦大バイオリン科出身。アイドルライブでもバイオリンの生演奏をするなど精力的に活動し、アイドル楽曲派界隈でもお嬢様アイドルとして高い名声を保持しております。として。すごいよね、本当にかっこいいもんね、いつも。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。わー、楽しみ。贅沢。それでは今から小島凛様にはリリーカオナのお二人の間で生演奏をしていただきます。はい、では早速 A の演奏から聴いていただきましょう。続きまして B の演奏を聴いていただきます。
違ったよ、やっぱ近いから、うん、サービスかもしれない。やばい、これサービス問題だと思うわ。これ私楽器も分かっちゃう、できるアイドルかもしれない全然違った。はい、OK でしょうか。はい、はい、それでは正解だと思った方の札をお上げください。はい、せーの、ドン。どうだ、絶対絶対 B だよね。これ絶対 B だよ、絶対 B だよね。なんで響きが全然違う、なんかふわーってきた。そう、めちゃくちゃ違うね、すごい。なんか最初 A 聞いた時も、うんうん、あすごいと思ったけど、うんうん、B 聞いたらね、なんかもう音が立体だった。うん、めちゃくちゃ響きがすごい豊かな感じでね。これホールで聞きたいなと思いました。これホール公演確実、うん、はい、それではお二人とも答えは B ということで、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、それでは正解発表を小島凛様から行っていただきたいと思います。はい、はい、いやこれ外したらやばいな正解は A でしたはい、こちらの問題に両者不正解となりましたので、はい、ゆうか様はゆうかさんということで二流アイドルとなりました。はい、どうも二流です。はい、そしてあの小雪の方は映す価値なしということではい、まあ、ここにいるからね、はい、ちゃんと声はね聞こえますんで ね、うん、声はね、はい、頑張ってください。はい、はい、こっちが30万のバイオリンなんですけど、古い300万のバイオリンの方が小ぶりになってます。少し古いんですけど柔らかめの音色が出ます。で多分すごい近くで聞いてもらったから、うん、こっちの方が響くんですけ ど、 あーなるほど、実際に多分大きいところで弾くとそうだよ、ね、響くから、そうなんだよね、全然違う。わかるわかるわかる、絶対分かってないな。いやなんか高いバイオリンってツンツンしてるのよ、キンキンしてるのよ、なんかね、うん、そうだよね、意外とね、うん、そうなの、意外とツンデレみたいなところそうそうあるのかなって。へえ、ホールって響きやすいからさ、そっか、うん、ツンってしてる音がでも外したくないそれでは続いて第4問目が最後のチェックとなります。最後のチェックはお米です。今回お二人にチェックしてもらうのは新潟県魚沼産コシヒカリ天空米です。魚沼産コシヒカリの中でも極上米とされる大沢地域のコシヒカリをスキーリフトを使用し天日干しすることによってお米本来の旨味をじっくりと引き出した一品です。こちら 100g 約200円となっております。そしてもう一方は訳ありブレンド米 100g 約15円となっております。はい、それでは画面上には一人なんですけれども、はい、お二人には第4問目のチェックをしていただきたいと思います。はい、はい、それでは目隠しをしてください。はい、ではまず A のお米から試食していただきます。小雪さんのそっくりさん。はい、それでは続いて B のお米を試食していただきます。OK でしょうか。はい、それでは目隠しをお取りください。はい、これいける気がする言葉がたどたどしいぞ、そっくりさん。いやこれ結構自信ありますよ私。いつもいける。やっぱり私はね、あの石川出身だし米どころないよ、うん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 、だからこれ間違えちゃもうほんとね地元帰れないよね。そうだね、ね、うん、これ間違えたらダメだよね石川県の人がね。まあ、プレッシャーかけるね、画面の外から。それでは正解だと思った方の札を上げてください。せーの、ドン。あ、来た。2人とも B。 お二人とも B ということで、はい、やっぱねお米の味がやっぱしっかりしてたなって思うんですね。だから B の方がなんか米感は強かった、うんうんうん、A は結構普通にいつも食べてるお米って感じ。なんか水分量多すぎんと思ったの。時なんかちょっとビチャってしてんなって。でも B はなんかちょっとあの粒感がちゃんとあって、うん、甘みはそんなになかったけど後からほんのりくる、うん、から B かなって。いや確かに甘みがなんかやっぱね格が上な気がしましたね B の方が。映す価値ないとかなんか言っとるわあの抜けてくる感じが
あのやっぱいっぱい噛み締めるとこう抜ける甘みがこう芳醇な感じでね、はい、美味しかったです。いやーなんかこれあのあいつがめっちゃなんか言うと不安しかない。いやいやこれ自信ありますよ私。はい、ということで4問目のチェック正解発表に移りたいと思います。はい、4問目お米の正解は、B でした。ほらほらみろ、ほらみろ、やっぱ私だよ。いや、米のところだったから来た。いや、はい、それはね、日本人として当たり前ですよね。ね、みんなうるせえ。はい、ということでお二人とも正解ということでワンランクずつ昇格となります。お、じゃあ私また移れるということですね。はい、お戻りください。ただいま。いいな、待てだよね、ごめんね。うるせえ、一人でね、誰ね。いやでもそっくりさんだよね。やっぱ二人ないと、いや、こ、まあ、小雪さんですよ、もうほんと。いや、そっくりさんだよね。うん、まあ、小雪のバーターというけど、バーターというけど、やっぱ二人ないとリリカオじゃないですからね、これね。私一流なので、はい、ちょっと図に乗らないでもらえますか。ちょっと何言ってるかわかんないな。はい、はい、ということで、4問の格付けチェックを終えまして、一流アイドル、ゆうか様と、はい、小雪ということで。はい。そっくりですね。はい、そうですね。はい、ということで、いかがでしたか。いやー楽しかったですけどね、ちょっとやっぱ不甲斐ないというかね。まあ、私はね今年1年すっごいいいスタート切れそう。いい年になるわ、うん、はい、ということで、はい、そしてね今日はMC 萌え氏とそしてバイオリンリン小島リン様どうぞお越しください。どうぞ。あ、はい、ということで、うん、萌え氏とリンリン、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。楽しかったです。こっちも楽しかった。本当にお二人ともありがとうございました。ありがとうございました。何かもし告知があれば、なんとキスエクとリリカオさんのツーマンライブが1月の16日に青山月見る君思うさんにて行われます。はい、楽しみ楽しみ。2回目だからね、今回ね。またね告知の文章で2組で1つのステージを作り上げるみたいなのがあったので、ぜひ楽しみにしていただければなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。ということで格付けチェック今回を終了とします。では次の動画もお楽しみに。じゃあまたね、バイバイ。今回もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。